グッドモーニー、ありがとうございます。よし、今なんか虫がいた気がした。グッドモーニー同じ空見上げてこう、ありがとうございます。そうなんです、珍しい時間でしょ。なんでかっていうと、めっちゃなんとなくなんて言うんだろう、せっかくの時間がある日だし、なんか違うことしようかなと思ってこの時間にしてみたそしたらさ、まさかのさ、あの奈々子さんと一緒になった。さっきツイッターにあげてらっしゃったから、あ、かぶってしまったと思ったんだけど。だよね、かぶっちゃったよね、ごめんなさいお前はどちらかといえばする側じゃなくて見る側に回りたい奈々子さんの配信をっていう、そっち側にの人間になりたかった。ということでライトオン、いい感じ。あ、一旦明るくします。え、やっぱ虫いる。あのさ、小虫が出る季節になったよね。1,2,3,4,5、こんばんは。あのお散歩行ってたりしてもさ、なんかここの嫌だからか、お散歩行ったりしててもあのすごい虫が出てきて嫌だ本当に。でもね、春だよね、春がやってきた、暖かくなってきた証拠だもんね。こんばんは。今日はゆったりまったり配信したいと思います。まあ1時間くらいかな。虫を無視できない時期の、そうだよね、虫を無視できないよ。もうあの雲察知の、ん、雲察知能力、感知機能が携わっ備わってるからさ雲以外にもさ、なんかそれが発動するんだよね。虫がいたら、あれ虫がいる気がする。え、絵文字は絶対ないじゃダメメール見たけど、ユキ本当に優勝すごいね、おめでとうございます。もう本当にあの、いや、それ歯医者さん間に合って、ちゃんと歯医者さんから帰ってきてどれくらいだったっけな、6回とかだっけな、それくらいのゲームまで進んでて、その時にもうすでに2対3になってたっけな。あれ、どのタイミングで帰ってきたんだっけ。2対3、あ、違う、2対3になかった、1対3の時に帰ってきたのかな。そうだ、1対3の時に帰ってきて、で2対3になって、そのままラスト抑えて優勝まで見たんだ。そう、お医者さん、歯医者さんちゃんと行ってきた。歯医者さんノールックではやるちゃんとやってくれました。なんか久しぶりに歯医者さんの歯医者さんって感じがしたわからない、よく言ってることが。もういい、グッドモイニー、さ、はてなんだよね。なんか歯医者さん、今まで言ってたのが歯列矯正歯科の歯医者さん、歯列矯正専門の歯医者さんに言ってたから、なんか歯医者さんって感じの処置をしてもらってなかったのね。でも今は普通の、ちゃんと普通の歯医者さん行ってきたら、歯医者さんって感じの処置をしてもらった、から歯医者さんって感じがした意味わかんない。萌ちゃん野球わかるの？うっすらね。
そんななんかすごくすごく詳しくて、まあ、バリッバリに分かりますとかではないんだけど、あのうすら分かってなんていうの、たしなむ程度にっておかしいよねそれ相応にあの分かりますね、楽しんでみる感じ言いたいこと分かる、たしなむ程度に絶対違うよな、なんて言うんだろう、うん、そのニュアンスのそのラインを攻めながら楽しんで見てる人ですねそうなのよ、昔の方が詳しかったかもしれんね。そう、歯のクリーニング行ってきました。野球を嗜む女なんかすごいお金持ちのお嬢みたいな感じ、こんな感じねってことね、あ、そんな感じねって感じそれで伝わっちゃうのがすごいよね、そんな感じです大谷選手の後ろにロッチ中岡さん映ってたの、え、そうなんですか、それは初耳、そこまでは存じ上げなかった。大谷選手ラスト9回ね投げてね、結構、あ、ヤッホーなニュースとかにもなってたんだ、あ、そうなんだ、それは知らなかった。でもさ、あるあるだよね、なんか野球のさ、日本での野球とかでもさ、あの何、バッターボックス映したら後ろがさ客席じゃんね、そこに著名人とか座ってるとさ映り込みあるよねこんばんは、映ってたツイッターで見、そうなんだ、すごい、グッドモーニング、ありがとうございます、知らなかった知らなかった。もうもう野球ね見に行ったことあるんだけどね、その時ね、うわ、なんかあれどうだっけな、その時に確か体調を崩してあの肝よ養護室みたいなところに行って、でそこで休んでる間に得点して、それでゲームが終わってた気がするいいところ見れなかった記憶があるんだよね、本当に最悪じゃんっていう、いいところ逃したんじゃんっていうね。そう、あのちっちゃい頃だったから、あの会場って結構さ爆音だし人多いしとかで、その前日ね寝れなかったんだよね私、それでなんか気持ち悪くなったかなんかでね行ったんだよね、そしたらいつの間にか点取ってて終わってたあー悲しいと思って、そうだから次は見る、絶対にいいところを見るんだと思ってこんばんは、でも行きたいよね、WBC は10年前の見に行った東京ドームで、え、すごー、いいなぁ、もう見に行きたいなぁ、東京ドームってさどういう仕組みになってるの、なんかさ思ったの、東京ドームってさ野球場になったと思ったらさアイドルのステージになってみたりさ、なんかの何催し物っていうの展示会みたいになったりさ、あれってどうなってんの東京ドームの床ってどうなってるの、あれはだってさ、その一瞬で芝生生やすわけじゃないでしょ、え、なんかベースは何、体調崩した理由って18時にご飯取れなかったうん、寝れなかったんだよね、人工芝、あ、人工芝ね、なるほどね、人工芝が
ベースは野球用ってことはあれか、もう東京ドームのなんか付属品を取っ払ったら野球場、ベースが野球場で、その上に、あ、その上にセットくんだ、だからその上にあれか、ステージならステージを、床なら床をってことか。そういうこと、すごいね、魔法で描いてるのよっておっしゃってるそうだよね、魔法だよ魔法。へー、NGT3 期生クロフェス出演おめでとう、情報解禁になってたよ、クロフェス。あ、違う、あ、今 LINE 来た、ごめん止まってましたありがとうございます、本当だ本当だ、ありがとうございます。ビッグサンでもライブやったりするからね。ね、止まってた、ごめん、本当だ本当だ、ありがとうございます、嬉しい、頑張ります。クロフェス出てました、ただいま大鴨の次の日だ、うん、え、いい顔で止まった、本当に、え、変顔じゃなかったありがとうございます。東京ドームはビッグエッグとも言うのよ。へえ、そうなんだ。あ、大きい卵？なんで？あ、東京ドームの形がってことかな。ツイッター見て踊れてコメント打っちゃった。ありがとう、嬉しい。嬉しいな、ありがとう。形か。なるほどね。すごい東京ドームについて知れました。すごい、ビッグエッグってまんまやんそりゃそうか、まんまじゃないとね。グッドモイニー、今日は、今日もねお散歩行ってきたんだ、うん、30分くらい。なんかね、今日は今日の一日の出来事を話すと、いつも日記に書いてるようなこと言うね。まず朝起きて歯医者さん行って、速攻で帰ってきて野球見て、で、お昼ご飯に卵焼いてで、卵焼いて納豆食べておやつみたいな感じでご飯食べた後に、昨日半分だけ食べたアイスを食べて、その後何したっけな、あ、ドラマ見て、お掃除してお散歩行った、で寝てた何言ってんだろうって話だよね。で、今ここにいます。ちょっとね、寝ましたね、眠かった。なんかむちゃんこんばんは、仕事終わって長岡から新潟へ帰ってます、お疲れ様、ありがとう、忙しい中見に来てくれて。そう、デザート付きでした。ちなみに卵は今日はスクランブルエッグにしました。もうスクランブルエッグが一番好きなんだよね。あ、でもあれだ、卵焼きかスクランブルエッグか、そんな感じ。夢はね見なかったです。今日丸亀さんであさりうどんとかしわ天食べてきましたって方をツイッターで見ました、2名嬉しい、お揃いしてくれてると思って。めっちゃ美味しいよね、ぜひ皆さんにも食べてほしい、丸亀製麺さんのあのあさりうどんとかしわ天、本当に美味しい、なんか春を感じます。で、なんか、あ、
貝を食べたってなります。アサリアサリ食べたって感じでした。うちの地元の村上アサリうどんやってなかったのね、なんかショックだね。やってくださいって言ってくださいやだな、それはちょっとも申し訳ない。アサリだけにあっさりしてました。わかる、あっさりして。でもさ、あれだよね、お出汁はなんかあさりの濃厚さあるの。でもそれこそ本当にあっさりしてるからあの永遠と食べ続けるじゃん、あっさり。そう、あさりだけに柏店好きすぎて自分で作るようになりました。すごい、萌にも作ってほしい。柏店ってなんであんなに美味しいんだろうね。なんか脂身っていうのかな、脂の乗ってる感じとか肉肉しさとかの割合が萌のベストマッチなの仕事終わって今から帰るけどラジオ代にありがとうございます。お仕事お疲れ様です。みんなお仕事だったかな、お疲れ様です。そう、ちなみにあれだ、今日3期生ツイッター乗っ取り乗っ取りじゃない3期生ツイッター、投稿順番萌です。萌が今日やってます。乗っ取ってそうそう乗っ取りましたとか言って大問題、乗っ取ってはないよ投稿内容を考えてるの私です。みんなの謎動画見てくれたかな、あれ何の動画なんだろうね自分でもよくわかんないんだけど、あれね、確かねナチュに送りつけようと思って、あのおしゃべり会の時だね、おしゃべり会のうさちゃん、キョーキョーうさちゃんした時にあの動画を撮ってナチュに送りつけた気がして、でなんかそれをふとあの見返してたら、あ、これみんなに見えたよそうなの、最後の笑顔まで可愛かった、ありがとう。そこまでがセットです。真面目な顔して瞬き多めでこう耳をパタンパタンってさせて、最後自分で自分に何してんだ私って問いかけて、でニカってなって終わるっていうね。投稿数制限は特にない気がしたかな、確か、うん、多分グッドモイニー、お仕事中からグッドモイニー、ありがとうございます。お仕事お疲れ様。じゃあ教授に無限に投稿しちゃえね、無限に投稿 してみたいけんだけど、あの全部投稿してくださってるのがスタッフさんだから、なんかチェックがね入るからね、ちょっとねできるなるべく多くだから、なんて言うんだろう、なるはやじゃなくてなるおうでなるおうで投稿数上げたいと思います。もちろんメンバーの誰かとプリクラ撮ったことある？うん、ナチュと撮ったことあります。あのさ、なんだっけな、紅葉の落ち葉をこうやってかざしてさとか、紅葉と一緒に 写真撮った時に行きました。お腹が鳴ったグッドモーニング、こんにちは、グー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 って言ってるのは今はこうちゃんです。こうちゃんがカキカキしてますあのでサラ見上げてこう。それは気分高揚しますね。紅葉を見に行こうよ。紅葉を見たいね。早い。あと半年先。でも紅葉ってさすごいよね。あの色がついた紅葉がすごいのかな、なんか暴れてますね
紅葉がすごいというか、あれだよね、紅葉を見て感動する日本の心ってすごいよね。なんかだって客観的に見たらさ、色がついた葉っぱ見ておーってなるんでしょ。でもそれって本当に感動するじゃん、すごいよね。お、残業中なのでこれからドローンしますね。あー、ありがとう、頑張ってね、頑張ろう一緒に。新潟の桜は初めてですか？初めてです。新潟のなんだっけ、高田だっけ、高田城址公園行きたいなって思ってます。上越だったっけね、高田城址公園合ってる、よかったかと。そう、みんなおすすめしてくれたから見に行きたいなって思ってます。あと私さ思ったの、分かったんだ、どうしたらいいかっていう。あのさ、これをさ急に出てきてなんじゃらほいって感じなんだけど、これローションティッシュ、鼻噛んでも赤くなりにくいやつ、これさカバンにして持ってったらいいんじゃないかと思って。これにこそさ紐つけて持ってくのどう思う？だってさ、ここ穴開けれるじゃん、このここね、潰すとき用の、こことさ、ここからさ、こうやって紐通したらさいけるよね。カバンにして持ってこうかな。最近本当に、ね、だから今日の歯医者さんでも見てもらってる最中、鼻で出そうになって、あ、すいません、鼻噛んでいいですかって言うね。それで鼻噛ませてもらって、花粉症ですか、辛いですよねとか言って。でもなんか今年花粉ひどいらしくって、今でもまだなんか 10% くらいの威力しか発揮してないらしいよ。怖くない？今で 10% みたいな、え、今後どうなっちゃうのっていう、びっくりだよねらしいです。まだ 10% らしいです。怖いな。グッドモイニー。私花粉症でも花粉症のお薬を飲んでなくって、だからもしかしたら頼る時が来るのかもしれないと思うと、そっちの方がドキドキする。もう錠剤飲むの下手くそだからさ、錠剤飲めって言われた方がドキドキするんだよね。そっちみたいな、そっちなんだよね私。充電何パーセントかちょっと見れないね。これまた充電見たら多分切れますね一回ね。新潟市内だと安らぎ亭が桜餅有名で、桜餅、え、そういえばね、なんだっけ、めっちゃお腹鳴る、今お腹空いちゃったね。あのね、ユーハがねこの前ねお餅をね持ってきてくれて、私は草餅、草団子と桜餅をいただいてめっちゃ美味しかったの。いやありがとう。めっちゃ美味しかった。もうお餅大好きマンからしたらもう全部でもいただきたかったんだけど、さすがにね皆さんの分ですので、さすがに全部食べちゃいけないなと思い、2個で我慢しました。2個で我慢ってやばいよね、2個もいただいたのにっていう。さすが餅ちゃん、確かに餅って入ってるもんね。東と西で桜餅は違うらしいね。え、らしいね、らしいね。道明寺となんかあんこがこうなってるやつ、さっきあれ合ってる、道明寺がこういうのでポコポコでこういうので、伝わる、これあんこね、こういうの
で、東がこういうの。あ、今降ってきたのがこういうのじゃなかった。どう思う？どう思うって何？合ってるよね。あんこは粒ですか？こしあん。こしあんでした。あんこから電流出てるみたいに、あのつぶつぶ感を演出してました。合ってるよね。よかったよかった。同じ空見上げてこう。ありがとうございます。お、こんばんは。お仕事終わった。お疲れ様。ありがとうございます。俺は粒派です。お、粒あん派ですか？萌はこしあん派です。でも粒あんも好き。なんかね、こしあんはこしあんのまま好きなんだけど、粒あんはね、甘みが少ない粒あんが好き。なんか砂糖の比率が少なめな粒あんが好きで、なんか豆まみしいなんて言うんだろう、豆まみしい粒あんの方が好きかな。そう、あとは白あんもう好き。どっちも好き。ディディあら、アイドルだけにとどまらずあんこまでディディなんですか？矯正してるときつぶあん怖くないですか？器具に挟まる。あ、もうね、ご飯食べるときは吹っ切ってますね。矯正してたときはもうなんか、あの、もうしーらないみたいなそんな感じ。断然こしあん派で、あのさ、なんだっけな、ごま団子だっけ、あの中華料理だっけ、ごま団子、なんか揚げ、ごまが周りについてて揚げてあるやつでごま団子であって、おい、あってたっけ。それをね、ラーメン屋さんで食べてて、そこでなんか、あの、こしあんと油のマッチ度合いなんでこんなに片言になったんだ油とこしあんが合うんだっていうことに気づきました。今川焼きと何焼きだろう、カスタード派。おー、いいね。なんだろう、たい焼きがな萌はたい焼きカスタード派だよたい焼きはカスタードかチョコレートで、そこはあえてあんこをいかないんですよ。もういい、ありがとうございます。街で食べた後に歩いててこんにちはってマスクしてなくて挟まってたら気まずい。え、わかる。そう、私も矯正してた時期がちょうどマスク時代だったからよかったんだよね。そう、たい焼きカスタードかチョコなんだよね。めっちゃお腹鳴る。やだ、そんなお腹空いてない気がするのに。グッドモーニング。間に合った。お、ありがとうございます。お疲れ様です。 WBC 優勝したのですき焼きパーティーしてました。え、もいもい言っていいってことですか？ありがとうございます自己完結。え、ありがとうございます。お箸だけ持ってきますね。あ、なんなら取り皿も持ってきますね。卵いりますかねいいね。甘党ですね。辛いの、あ、もうね、甘党じゃないんだよね、辛党なんだよね。どちらかというと、あの、辛いの大好きなの。あれ、これなんか昨日も話したねあの、え、昨日話したっけ、話した気がした。そう、辛党なんですよ。辛いのの方が好き。なんなら、あ、辛党ってお酒のこと？あら、そうなの？お酒は飲んだことない。え、お酒って辛い甘いってあるの？萌は辛いものが好きか甘いものが好きかと言われると断然辛いもの好きですねだから、そう、あ、辛口と甘口とかがある。
あ、なんか見たことある気がする。ビールとかある、あったね、辛口ビールみたいな。そういうことなんだ。今学ばなくていいこと。そう、私辛いのの方が好きだね。キムチとかラー油 OK。 うん、むしろそういうの大好きなの。なんかね、唐辛子の辛さが好きで、だからあの逆に言うとわさびとかからしとかがちょっと苦手かも。カレーも辛口が大好き。でも辛党だからといって辛口好きとは限りません。あ、そうなんですかね。そうなのかもしれない。あの本当にね好きなんだよね、蒙古タンメン。あ、好き。あのね、なんだっけ、あの麻婆麺、麻婆麺をね、あのおすすめしていただいて食べてめっちゃ美味しかった。確かに辛くってベロもピリピリしたんだけど、でも辛みの中にちゃんと旨味のあるお料理って本当に美味しいよ。癖になるよね。なんかただただ暴力的に辛いんじゃなくって旨味が詰まってるのよ。旨味が詰まってるあの辛さが最高。本当に蒙古タンメンも食べたいな。名古屋の台湾ラーメン、え、食べたことない。なんだろう、台湾ラーメン、なんか名前からして辛そう。なんかすくお腹なりそう。今もなってたけど、あの麻婆をご飯にのせて麻婆丼にする、絶対美味しいじゃん。めっちゃ美味しいじゃん。麻婆豆腐食べたくなってきた。昨日スンドゥブ食べたのに。お豆腐まみれになっちゃう。でもお豆腐って食べ続けられるよね。なんかすぐなくなっちゃう。麻婆麺の発祥は新潟市。おお、すごい。そうなんだ。え、またなんか変なこと言ってるぞ。台湾ラーメン食べたいよ。久しぶりにね、久しぶりのカンカンですよ。お豆腐ヘルシーだもんね。新潟の風天、風天ってあったかな、辛肉混ぜそば。なんかもう、あ、もうお腹、なんか分かった分かった、なんでお前がこんなに今お腹鳴るのかってさ、あのあれですよ、皆さんが美味しい話をするから。わー、食べたくなっちゃうな。辛いのね、食べたくなっちゃうよね。カップ麺でも台湾ラーメンあるの、すごい。カップラーメンね、じゃあ探してみようっと。ぜひ全トロ麻婆麺。え、またそれは何ですか、すごい。これからリンゴパイ食べます。お、平和にいいね、美味しそう。すっごいお腹鳴る。え、今絶対聞こえた。あ、三宝亭さん、行きたい行きたい行きたい。え、あれじゃんね、三宝亭さんはあのラブラに入ったんだっけ。そうだよね、行きたいな。え、聞こえたよね、めっちゃお腹すいた。虫が来た。一匹いるんだよね。がっつり聞こえた。すっごいお腹なりますね。いや、なんかさ、まだご飯食べてないからだね。ごこの前ラブラの散歩生産で食べた。いいね、もえも行こうかな。暇なので数ヶ月ぶりに自分でご飯炊いてます。お、いいね、数ヶ月ぶりに。いいねいいね、でもそれが第一歩だよ。めっちゃいいことだ。私も最近ね、時娘を食べました。あのね、なんだっけな、あのご挨拶に、あの、なんだっけ、長野のあのフェスに、イベントに出演させて、あのあれね、
冬の祭典2023に出演させていただいた時にご挨拶の品としてこれくらいのパックのさ時娘をお渡ししたりしてたのね。でそれでちょこっと余ったんだよ。でそれいるって聞いてくださって、いります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 ってめっちゃめっちゃ欲しいって言っていただいて帰ってきました。でそれを食べてやっぱ美味しいね時娘、すごく美味しかったもちろん比較的に虫大丈夫です。あんまり大丈夫じゃない虫結構苦手な方ですね。ムーシャスでした。三角と丸さんの時娘のおにぎりも美味しそうね。もうちょっとまだ行けてないので三角と丸さん行きたいです。行きます。もうなんかさあれを改めてメニュー見るとめっちゃ美味しそう。もう大好きな感じ。あれ大好きなの。なんかもうご飯とお味噌汁とかさ組み合わせでも生きていけるもう私極論言うとご飯とお味噌汁のセットがあるだけで生きていけるもん。めっちゃ好きな感じ。定食ホッとする定食感大好き。本当にそう白ご飯のなんだっけ食べ比べもしてたね。それは本当にどっちも美味しかった明日は2期生とドラ3生さんのタレカツおにぎりね、気になるね。タレカツおにぎりファンの皆さんもあの辺たくさんおられるから三角と丸さんに行くときはお忍びモードで、そうだね、変装していくか、おひげつけていっちゃおうかなこれにひょいん、あこっちの方がいいか。ここにこうひげを生やしてロングってことにしといてどうしようね、逆に目立つかなポキちゃんのおにぎりお昼だった。すごい。てかさポキちゃんのおにぎりすごかったよね。カニ乗ってたもんねいやポキちゃんらしいなって思ったけど豪快ですごい良かったね。あんなもはやおにぎりじゃないよね。あれさご飯持ったご飯をちょっと三角形に形作っただけにしか見えなくなっちゃうよね本当にすごかった。もっちゃんの楽しみ、嬉しい。もっちゃんのね そこまでインパクトはないと思う。ただもうこの絶対美味しいを突き詰めました。突き詰めたを狙いました。そうすごいね美味しかった。もう私の好きなものを乗せたまでですけどね。ちょっとヒントになっちゃうかも。お楽しみに。なんだろうな。お楽しみに。そう、いつかね、三角と丸さん、三角と丸さん、そうだね。どうやったらお忍びモードでいけるんだろう。チョコレートまさかのチョコレートご飯。ちょっとそこまで冒険はできない人間ですね。おにぎりの具が白米だったらどうしよう。うわーもうただのご飯それはもうご飯、ザご飯じゃないですか。すごい。でも確かにそれもありだよね。覆面なるほどね。もう顔を変える。でもただのご飯も美味しいんだよね。あ、わかった。白米ご飯の上、白米ご飯、白米の上に玄米とかそれ、いやすごくない。確かにご飯種類は違うけどご飯っていうね。私玄米も好きなんだよね。なんか
玄米も玄米と白米を結構交代交代くらいの頻度で食べてて、すごい美味しいよね。野沢菜がいかに、あ、野沢菜が意外に美味しい。あ、野沢菜いいよね。野沢菜ご飯大好き。なんかそれこそ長野行った時にホテルの朝食で野沢菜ご飯、野沢菜ご飯があって、でもその時もそれに気づかずに白米をよそっちゃって食べ損ねたんですよね。ショックだった。最初にちゃんと見とけばよかったと思って。だからちょっとね、悔いが残ってるの、野沢菜ご飯に対してどんな悔いって感じで、ね、だから次はこそは食べたいと思います。もう一回そのホテルに泊まりに行くか本当にね、めっちゃ朝ごはん豪華な、いろんなのが用意されてるご飯、いろんなのが、いろんな種類のねご飯が取れるところだったから、ちょっともう一回朝ごはん食べに行こうかなそっちっていうね。野沢菜のお茶漬けも美味しそう。え、わかる、野沢菜のお茶漬けも美味しいよね。すごいよね。こんばんは。朝ごはんだけ食べに行くの、ある意味贅沢。確かに。江ノ島で手に入れたシラスのふりかけをご飯に混ぜておにぎり作ったら美味しかった。え、シラスのふりかけのおにぎり最高じゃん。鯛茶漬け食べたい。え、なんか鯛茶漬けってもうサービスエリアで見たことある食べたことないんだよね。なんだっけ、サービスエリアってことは鯛茶漬けも新潟だっけ。なぜかね、そうなの、サービスエリア始まっちゃう。サービスエリアの手前で私を下ろして、本当に下ろしてほしいサービスエリアでそのまま食べていきます。あ、柏崎、そうなんだね。じゃあ食べに行かなきゃな。オフライン行きたいって思ったけどもう売り切れだった。次回は、え、おいでおいで次回はおいでおいで。嬉しいな、そう思っていただけるのめっちゃ嬉しい。確かに手前で下ろさなくてもサービスエリアで下ろしてくださいかサービスエリアでそのまま私を下ろしてちょうだいねえ。米山サービスエリア、あ、わかんない、サービスエリアの名前まで覚えてないでもそう、鯛茶漬け見た、すっごい美味しそうだった。野沢菜のわさび漬け、あ、いいよね、野沢菜のわさび漬け。なんだっけな、それね、お蕎麦屋さんだっけな、どっかで食べてね、でお蕎麦屋さんだっけ、どっかで食べてツーンってきてうわってなってた覚えがある。そう、もちゃんは柴田市のソウルフード、おっちゃほい、おっちゃほい、ご存知ですか。え、知らない、おっちゃほいって何、おっちゃほい、え、初耳。金沢のサービスエリアも行ってみようえ、いいね、金沢のサービス、金沢満喫したいのに。おそばは長野、新潟、やっぱり違いますか。そうだね、私新潟でヘギそばしか食べたことないからわからないんだけど、でもうん、
ひげそばと普通のおそばが違うのは当たり前だもんねちゃんと食べ比べしてないかもしれない。あ、きしめんの焼きそばみたいな、え、それがおっちゃほいっていうやつなんだ。きしめんの焼きそば、またすごい美味しそう。へえ、じゃあ太い焼きそばみたいな合ってるのかな。すごい食べてみたいね、美味しそう。それはお茶ほい、お茶を投げ放り投げるんかと思いました。お茶ほい今日絶好調じゃんいいね、もうこの時間にやってるからね。今日も素敵でありがとうございます、元気もらってます、ありがとうございます。こちらこそ。平べったい焼きうどんいいね。イタリアンはもう食べたい。そう、イタリアンはね、普通のイタリアン、まだね、ホワイトイタリアンは食べてないの。ショック、まだまだこれからあのホワイトイタリアンを絶対食べたい。カラフェス出演おめでとう、ありがとうございます、嬉しい。ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです、頑張ります。でカレーイタリアンもあるんでね、もうカレー食べれるから、カレーイタリアン、ボロニア風イタリアン、ボロニアなんだっけ、あのなんかさ、パスタ生地みたいなのがなんか重なってるやつってなんだっけ、でソースがかかって、あ、それがラザニア違ったラザニアだ、それはボロニアとラザニアは違うんだね面白い、世界って難しい難しいね。以前角煮もあった、え、角煮のイタリアン、すごい。ボロニアはミートソースっぽいやつ、ラザニアって何ソースだっけ、ホワイトソースだっけ、あれあれ、ラザニア、え、ボロニアはミートソース、ラザニアはなんだっけ、ラザニアって何ソースだっけ、あ、そっか、ソースとかいう概念はないのかホワイトとミート、あ、なるほどね、あ、要するに本物のイタリアンっぽい感じうわ難しい。ラザニアは料理の種類って感じ、そういうことか、すごい難しいね。トマトツナイタリアン、え、なんかそれ見たことある、見たことはあるんだよね、食べたことはない。食べたいね、イタリアン食べたい、うわイタリアン食べたくなってきた、うわ食べたいのが多いぞ、大変だ、ラーメンも食べたいし、え、作ってあげた、え、作ってくれんの、え、嬉しい、作って作って、ちょ、払えた、俺の鼻が鳴りやまないぞみんなのお腹を空かせる配信。ラザニアはパスタとミートソースのミルフィーユみたいな、ね、そんな感じだよね。あれをね、アウトレットかどっかで食べて大ハマりしちゃって、もう大好きすぎて、で一時期もうラザニアラザニアずっと言ってた時期があった。でもなんか 2,3 回食べて終わった終わっちゃったんかいっていうね。今からイタリア行ってくる、いいな、萌の分もちょうだい食べたいものが増えました。あ、50分だ、早くない、6時に始めて、ね、もう50分だった、早ー。ちょっと一旦さ、あの鼻かんでいいですか、地道にコツコツ鼻声になってきてるの気づいたちょっとだけ鼻かませていただきます。
また一回ミュートにするんで、ミュートちゃんと次外します。オッケー、お、聞こえてますね。いい感じですね。復活、よしよしよし。ただいま復帰復帰です。ありがとう。この前ミュートのまま喋ってたでしょ、なんか腹話術かなんかですか、逆腹話術みたいな。それであれミュートじゃない、これ声聞こえてないの僕だけかなみたいな風にコメントしてくださって、でってなってミュート外してみんなに一からもう一回話すっていうねミュートの間私がルンルンで喋ってたことをもう一回話すっていう謎の時間がでもよく覚えてたよね私話したことね、本当によくその時覚えてた自分って思いましたそう、声が遅れて聞こえてくるよ的な、ね、声遅れても聞こえてこないよ声が遅れても聞こえてこないよそんな感じだったよね、不思議な時間だったよねそう、永遠に届かないってことは、待って、そろそろさ壇上読みとかをしなきゃいけないとか、じゃちょっとなんかさ今日前髪ちゃんと作ったはずなのにさ今日すごい暴れるんだよね、暴れる。暴れる前髪、なんかめんどくさくなってきたから分けようかな。OK、 それではそれでは何しよう、何しようあ、キワキワウサちゃんのしたからウサちゃんにしようかな。キワキワウサちゃん見てね、はい、チーズ、ぴょんぴょんぴょん。会社の部下にキワキワウサちゃんの動画見せたら悶絶してましたえ、ありがとうございます。悶絶した、もうなんかあの大爆笑されたんだけど、あの母親にこれツイッターに載せようかなって思うんだって言って見せて、その時も笑ってて、でもいざツイッター上げて上がったのを見た母親がずっと大爆笑してた何これみたいなで、なんであの動画を載せたのかって聞かれても私にも分かんない。そこはもう考えるな感じろの領域ですよね、これこそみたいなそう、そんな感じでしたね。今後もちょっとまだ時間が今日はあるのでツイッター上げたいと思います。待っててね。え、みんなの可愛いレイコが止まらなかった、本当に、え、嬉しい、本当にありがとうございます。え、みんなにありがとうって伝えといてください部下の方々ってことかな、嬉しい。でツイッターでそう、なんかみんなに素材が少ないんだってあの なんていうの、私の写真確かに世に出回ってる写真が少ないっぽくって、ちょっとちょうだいってよく言ってくださるので、あのもうあげたいと思います。どんどん写真を、どんどん写真をあげるって言ってもね少なくなっちゃうかもしれないけど、あげたいと思います。
ということで男女読みをそろそろしようかしらね。よし、じゃあ13位からいきます。13位、なめたしさん、ありがとうございます。12位、スイバラの赤ティーサンサンさん、ありがとうございます。11位、パックさん、ありがとうございます。10位、セッテンガーさんさん、ありがとうございます。9位、カンさんさん、ありがとうございます。8位、ふわふわさん、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。9位、ふわふわさん、ありがとうございます。8位、せってんかあさんさん、ありがとうございます。7位、はくたかさん、ありがとうございます。6位、よしさん、ありがとうございます。5位、ろうさんさん、ありがとうございます。4位、まーさんさん、ありがとうございます。3位、ビールバラさん、ありがとうございます。2位、日焼けさんさんさん、ありがとうございます。そして1位は D 山さんさんさんです。ありがとうございました。はい、ということで不思議な時間帯に始めたんですけれども、たくさん見に来てくれてありがとう。あとね、ちょっと微妙な時間だったからお仕事中って方もいらっしゃったかもしれないけど、どうでしたかねこの時間。ありがとうね、来てくれて。そしてギフトとかコメントとかお星さん、今日もたくさんありがとうございます。応援本当にありがとうございます。お、ご飯中でした。いいね、もいもこれからご飯食べたいと思います。あ、今仕事終わった、よかった。もう少しでご飯が炊けますよかった、よかった。美味しく炊けてたらいいね。本当にありがとね。私お風呂に入ります。お、早い。もうお風呂入るの苦手なかなかやる気が起きない人でさ、すごい夜遅くに入っちゃうんだよね。寝る直前に入っちゃう人。仕事中断したから今から戻ります。ありがとう、中断してまで見てくれたの、ありがとう、嬉しい。じゃあみんな今日も一日、たくさんお疲れ様でした。ありがとうね、配信も見てくれて。またね、バイバイ。良き夜をお過ごしくださいまたね、おやすみなさい。